はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、前回お伝えした通り、こちらのね、フィギュアーズゼロ、はい、こちらのね、スーパーサイアンブロリー、はい、こちらをね、開封していきたいと思います。ではね、早速、段ボールから出して箱を見ていきましょう。はい、じゃじゃんとね、めちゃくちゃ箱がでかい。いや、これでっけえな。箱が超激戦エクストラバード、うわすっげえでけえ。重いね、しかも重い。いや、これはすごいな。まあ、ブロリーって言ってもね、前の劇場版のブロリーですね。はい、今回のね、新ブロリーではない昔のブロリー。はい、うわすげー、すごいな。ということでね、早速ね、本体をね、開封して、見ていきたいと思います。はいはい、開封し終わりました。いや、組み立てることなくね、全てが一体化してます。はい、こちらです。じゃじゃじゃ、でっか。いや、すっげー迫力、ボリュームがすごいよこれ。重いしね。いや、これはすごい敵だ。うわー、すごいね。ここのね、こうエネルギー波もね、こうクリアパーツってすっごい細かく再現されてるんですよね。だから逆にね、どっかちょっとでも落ちたらボキッていっちゃいましたね。うん、これはちょっとね、管理が厳重にしとかないと危ないですね。地震とか起きてね、うん、結構ボキボキいっちゃいそうな。いやー、この台座とかのあれね、うん、前のブロリーもいいな、こう見んと。やっぱうわすっげーエネルギーや。まあ顔に関してはね、今のブロリーとね、結構意見が分かれるところではありますよね。うん、いやー、でもなんかこの悪っぽい顔いいよね。前の方がすっごい悪人っぽい顔してるよね。うわ、エフェクトとかもすごいな、クリアパーツで。で、髪の毛もね、なんだろうね、グラデーションになってるんだよね。前髪が黄色になって、徐々に後ろになって緑になっていくと。いや、かなりすっごい細かい。あとね、もう全体的にこう安っぽさがないね。こうちゃんと艶消しになってて、で、こういうね、筋肉の造形とかもね、やっぱすごいよく作り込まれてますね。こう血管とかもちゃんと浮き出てるし、すっげーマッスルだな、こう見ると。前回の劇場版のブロリーって超マッチョだよね。いや、すっげーこれ。ね、買いですね。まあブロリー好きは絶対買いなんですよね。まあブロリーがそんなに好きでなくても持っといてもう全然いい商品ですね。
やっぱドラゴンボールコレクターとしてはね、やっぱね、外せないキャラですよね。いや、すごいなぁ。まあ、これの後にね、多分来月、スーパーサイヤ人の孫悟空、スーパーサイヤ人のってなんかすげえなまっちゃってたけど、スーパーサイヤ人のね、孫悟空が、出ますね。これと対になる、フィギュアーズゼロが。そちらとね、一緒に飾りたいね、早くね。いや、これはすげえわ。まあ、最近のね、ブロリーがすごい注目されてるだけあってね、ちょっとこの前のね、劇場版のブロリーがちょっと影が薄くなってきたところで、このフィギュアーズゼロのね、フィギュア化。これはまたファン層がちょっと戻りますね、これね。いや、すげえ。重い、これ。うわこの上腕二頭筋のこの太さすげえな。いやー、すげえマッチョ。いや、ほんとでけえこれな、うん、いや、これはいいよ。え、皆さんもね、ぜひね、手に取れる機会がありましたらね、手に取って、見てみてください。出来の良さはね、すっごいよくわかると思います。やっぱね、カメラ越しじゃ伝わんない部分とかもあるんでね、実際に、まあ、ヨドバシとかね、飾ってあるところもあるんでね、現地行って、見て購入してもいいと思います。はい。あ、ヨドバシねえか。プレミアムバンダイ限定だもんね。まあ、魂ウェブ商店のね、ブースとかね、イベントで多分飾ってあったりすると思うんですよね。秋葉原とか。はい。っていう感じでね、まあ今回、フィギュアーズゼロ、EX じゃないんだね。フィギュアーズゼロのね、ブロリー、こちら紹介させていただきました。まあね、これ、この後もね、続々と、フィギュア紹介していきますんでね。あとね、前回の、プラモデルの経過報告とかもね、していけたらなと思います。チャンネル登録して、ぜひお待ちいただければなと思いますので、よろしくお願いします。では、今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。